はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は4月6日の火曜日です。せっかくの桜も2日間の雨ですっかり散ってしまいまして、ピンク色の花びらの絨毯が、あちこちに見られるようになっています。皆さんはお花見行かれましたか。先日配信しました肌巻きパンの動画もたくさんの方にね今作っていただいていると思いますけれども、こちらもいつも通りタッパの中で生地を作って、そして成形をして蒸し器で蒸してふかふかにね柔らかく蒸し上がるパンなんですけれども、これは本当に柔らかいので冷めてもねとっても美味しくって、いろんなものを挟んだり、あとはいろんなおかずと一緒に食べたりしてもとっても美味しいシンプルなパンです。生地の量はとっても少ないので混ぜる時もすごくね混ぜやすいと思います。簡単に混ざりますし、すぐにこう一次発酵に移っていただいて、そして2倍に膨らんだものを成形していくんですけれども、とても柔らかい生地なので成形の時にベンチタイムを取る必要はありません。でそのまま何回か折りたたんで丸めたものを、すぐに伸ばしていくんですけれども、動画の中では手である程度押して平たく伸ばしてから綿棒を使ってくださいって言っているのは、その方が綺麗な形ができやすいからなんですよね。ただ丸めた球形の状態から綿棒を当ててしまうと生地があっちこっちに広がりやすくなりますので、丸でもない四角でもないどこかのねもう知らない国の地図みたいな形になってしまいやすいので、ある程度手でできるだけ押せるところまで押して広げていただいてから綿棒を当てていただくのがおすすめです。そうするとある程度の薄さまで広がっているので、表面をならす程度で形が取れると思います。で四角く伸ばしたものを最後に四隅を指で引っ張って角を作っているんですけれども、これは四角く伸ばす生地の時に応用していただけると思いますけれども、指でですねちょっと角を作るようにクックッとこう引っ張っていただくと綺麗な正方形とか長方形になりやすくなります。そして今回は表面に食用油を塗っているんですが、この時の油は普段お料理に使っていらっしゃるサラダ油とかキャノーラ油とかそういう油でもいいですし、ごま油なんかでもいいです。でこれを塗らないと渦巻きの部分が綺麗に出ないんですよね。なのでたっぷり塗っていただいて巻き込んでいくわけなんですが、ちょっと生地が柔らかいので下の台につきやすかったりします。しっかり粉を振ってから生地を伸ばしていただくのがいいと思いますけれども、もしくっついてしまった時には動画でやっているようにカードでちょっと軽く剥がすようにしながら、どんどん巻き込んでいただければいいと思います。そして巻き込んだ生地を6等分にしてカットしていますけれども、この6等分は8等分でも4等分でも、大きさが変わるだけですので、家族の人数に合わせてカットしていただければいいかなと思います。そして最後に箸でグーッと押しているんですけども、ある程度深く押していただいた方が線がつきやすいので、しっかりグーッと押していただいて、そうすると横の渦巻きがですね綺麗に上を向くといいますか、そういう形になるので、そのまま蒸し器の中に入れて、蒸し器の鍋にお湯を入れまして、そのお湯でこう少し温めながら二次発酵を取っていきます。その時のお湯は動画の中にも書いてありますけれども、だいたい60度ぐらい、ホットのお湯に少しお水を足したぐらいの温度ですかね。もしくはお鍋の中の水を加熱をしていただいて温めて、指をちょっと入れられるくらいの温度まで温まったら蒸し器を乗せていただいて、だいたい15分くらいで 1.5 倍まで大きく膨らむと思います。ある程度膨らんだなと思ったら、外していただいて下のお湯をグツグツ沸騰させます。でこの時はとにかく蒸気が出るまでしっかり沸騰させていただくと蒸す時の膨らみが良くなりますので、ブクブクとたくさん沸騰しているところに乗せて強火で10分蒸していきます。この時の火加減が弱すぎるとなかなか膨らみませんので、一気に膨らませるためにも強火で、もしくは強めの中火ぐらいまで上げていただいて、しっかりと蒸していただくと短時間で蒸し上がります。
で今回の生地は 200g と少なくって6個ぐらい一気にできる形ですけども、もっとたくさん作りたい時には生地の量を等倍にしていただければいいですし、まあ、1つの蒸し器に1回に入りきれなかったらトレーなどで、まあ、待機をさせておいて、1つ目が終わったら、そこで少し温めてから蒸していただくと時間的にもちょうどいいんじゃないかなと思います。同じ生地のアレンジとして分割して丸めたものを平たく伸ばして、でその平たい表面に食用油を塗っていただいてペタンと合わせるようにしていただいたものを蒸すと、よく点心なんかについてくる中華蒸しパンが出来上がります。生地さえできてしまえばいろんなものを包んで蒸していただいてもいいですし、形を変えてですね作っていただいてもいいと思うので、アレンジはね無限大だと思います。蒸し上がったものは冷めても美味しいので、翌日のお弁当にしたり翌日の朝食にしたり、いろいろね活用していただけると思いますし、一個ずつラップをして、そして冷凍しておけば自然解凍で蒸したての柔らかさに戻りますので、たくさん作って冷凍しておくっていうのも、おすすめです。生地のままというよりは蒸したものを保存して、そして食べたい時に解凍したり電子レンジとか蒸し器でもう一度温めたりして食べていただくのがいいかなと思いますので、ぜひ気軽に作っていただきたいと思います。手でこねるタイプのこのいう花巻きパンはもう少し水分が少なめで、しっかりこねなきゃいけないんですけれども、で今回はタッパの中で作るということで通常よりも水分多めで混ぜやすい生地になっています。もしこねたいという方がいらっしゃったら水分を少し少なめにしていただいて、こねやすい硬さにして、そしてしっかりこねていただければいいと思います。はい、ということで今日は花巻パンの細かい解説ということでお話しさせていただきました。ぜひお役立てください。新潟ね、本当に雪の時はね辛いんですけれども、この雪が終わっての桜の時期がもう本当に何て言うんですかね、辛かった分嬉しいみたいな、そういう感じになるので、ぜひ新潟の方にもね、好きな季節に遊びに来ていただきたいと思います。食べ物はね本当に美味しいですし、海の幸も山の幸も、そしてお米もお酒もとっても美味しいので、ぜひぜひ来ていただきたいと思います。本当にねお魚とかもね新鮮で美味しいですので、その季節ごとに遠くまで運べないようなこうお魚ってありますよね、鮮度が落ちちゃうので、そういうものがですね、まあ、食べられたりしますし、あとはお米が美味しいっていうのが一番かもしれないですね。そしてお酒ですね、お酒好きな方は本当に酒蔵がですねたくさんあるので、いろんなお酒を楽しむこともできると思います。はい、またねこちらの、新潟の情報皆さんに、お伝えしたいと思います。また皆さんからの質問や感想コメントお待ちしております。今回も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。皆さんにとって楽しい一日であることをお祈りしています。さようなら。